荒海海塚は、千葉県成田市荒海にある、縄文時代の海塚である。荒海海塚荒海海塚荒海海塚は、利根川に注ぐ、荒海側に面した、標高32メートルの大地上に位置する、縄文時代後期から晩期にかけての海塚である。早稲田大学や国立歴史民族博物館により、1960年から1990年までに、 計5回の発掘調査が行われている。第一次調査により、縄文時代最後の大海塚であることが判明し、全国的に有名となった。出土した貝類は、ハマグリなどの寒水産がわずかに見られるものの、大半は大和しじみである。特に西側第一斜面の海層が、厚く、最も厚いところでは、約1メートルに及んでおり、 このうちもも大きな海層を形成している地点から関東地方最終末段階の縄文土器が出土した。その土器は岩手県大船渡市の大洞海塚の土器を基準とする大洞栄式土器の影響を受けたこの地域独特のもので荒海式土器と命名された。また荒海海塚からは県内のこの時期としては希少な稲作の可能性を示す考古資料として 底部に、モみこんのついた土器が出土している。おそらく、粘土が乾かぬうちについたものと見られている。さらに、荒海海塚や、近隣の宝田鳥羽海塚では、荒海敷機における稲の、プラントオパールが検出されている。縄文時代晩期には、成田市周辺で、稲作が行われていた可能性は高くなったが、それが岡母栽培なのか、水田耕作なのかは未だに解明されていない。 遺跡中には貝塚を示す石碑が建てられている。なおこの貝塚から出土した荒海式銅器の時期は時代の変わり目で、縄文時代晩期だけではなく、弥生時代初頭にもかかっているので弥生初頭の土器として扱われることもある。ありがとうございます。